来た、ドン。いやー、1、第2変化の1、悪い。これ速ロックオンを回避するためにもう一回シャッフルここでしたいので、あっ、やめて。おはちこんはちこんばっち、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスにて投手作っていきたいと思います。今回はゴーイング、そして野球解説でおなじみ江川卓を作っていきたいと思います。空白の1日、江川事件、当時のことは知らないんですけれども、阪神に、1日だけいて即トレード、巨人に行ったという、江川卓、右投げ右打ちの投手で3クォーターの14、好きな球団は巨人でいきたいと思います。目指す能力ですね、こちら動画右側に出します。153キロ、コントロール A、 スタミナ A、 そしてカーブが得意だったということで、ドロップカーブが6、カーブが3、カーブ方向の2球種ですね、こちら頑張って取っていきたいと思います。それから特殊能力、伸び A、 回復 C、 奪三振ということで、得能を合わせるのは難しいんで、でもワンチャンあれか、守る、怒り守るから伸び A または B またはジャイロくれる可能性があるんで、それも狙えたら狙いたいですね。ということでいきたいと思います。ヒーリングとやっぱ変化レベルが高いということで、変化球強化、この2枚でいきます。ではいきましょう。はい、では行きましょう。スローカーブ、まあまあまあカーブ方向合ってるんで、このまま行きたいと思います。ただスライダーは取りたくないので、これは回避でってなると赤マス踏むんだよね。はい、ということで一気に変えマスありましたね。これ今コントロールか、じゃあスタミナにちょうどしちゃおう。あ、嘘、スタミナにできねえわもう。あー、動きをそしたらミスったな。はい、ドン。素晴らしいプロ入りカード、進藤さんに会いたいね。はい、無地が輝く、いいよ。あー、よろしくない。はい、進藤さんゲット。じゃあこれ急速にするか。はい、ドンドンドンで、これは先に右側行きましょう。がっつり取って OK、 がっつり取ってからここ、無地が赤、よし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 、関係ないからね。ドン、少ない、ナイスヒーリング、よーしゃー、137まで行った。第1ステージで OK、 変化球だけどね、欲しいのは。あー、すげえ一本道だな、下側が救われてるか。はい、 OK、 ナイスカーブ。はい、ほい、2段階上げてくれ。さあ何が、オール1、オール1、キレ、おお、キレッキレですね。1段階か、どうしよっかな、先こっち行ってからハテナハテナでもいいか。はい、無地顔、素晴らしい、よっしゃー、しかもカーブが上がる、1段階でも、でも1段階少ないなー。はい、よっしゃー、超回復ありがたい。さらハテナ行こう。はい、素晴らしい、めっちゃ回復してくれる。はい、ということでこのステージは終わりましょう。137、いやいや、コントロール E の45までいったね。はい、第3ステージ、ドン。何これは、スライダーかー、スライダーかー、変化球、第2変化が欲しい。待ってよ、 OK、 先に1個取って戻ってこっちですね、こっちを潰して下に行く。ほい、スタミナ落とす、スタースターコーン、スターヒーリング、よし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 。はい、先週どこかの西崎、カチューン、
そう、実働江川は9年、通算9年しか、プロで働いてなかったんですね。働いてたって言い方は変だけど。で、135勝っていうのはすごいですね。9年で135勝。ってことは実際もっとね、15年ぐらいやってればもう余裕で200勝迷宮会入り。すげえ回復するな。はい。欲しいのなんだろうな。野球超人で請求。オッケー。いいよいいよ。球速。おお、素晴らしい。そしてカーブがもう一個出てくる。いいよ。9。はてな、行くか。いや、行く。わーっと、素晴らしいね。で、ここ取って、取って、取って、シャッフル。ルートありますね。うつみか。どっちに来るかな、どっちに来るかな。球速取ってからスタミナ行くか。いや、こっちだ。オッケー、読み完璧。対左、対左は特に入ってないんですけれども、はい、142捨て2で、あ、違う、捨て3で142まで上がるか。すげえな。はい、第4ステージ。そして体力もすごいありますからね。第2変化が欲しいところだけれども、動きを考えるとこれ先に右側潰しといた方が良さげだな。本当だったら左行けば多分すぐお化け、幽霊に会えるんで能力アップ、または特能がくれるんだけど、ほら、こうなるんですよ。はい。あー、どん底か。痛い。それは痛い。待ってて、待ってて。ちょっと止まってて。ちょっと待ってよ。オッケー。オール1。脱三振。脱三振。これ入ってなかったっけ、元から。わー、しかも隣に来た、ラッキー。奪三振も完璧ですね。はい。いや、でも能力アップがはかどらないな。はい、超回復。運がいいぞ。はい、無地が輝く。はい、よしよし。あ、変化球来た。変化球上げたいね。めっちゃ回復すんじゃん。待って、上にシャッフルがあればいいんだけど、ないね。一気に帰れますもあるから、先に体力取るよりかは変化球を取ったりとかとかとかして、あー、上か上か、結局全部上か。うわー、変化球ロスト。どうしよっかな。あ、待ってよ、これ結局シャッフルの中に入ってんだ。じゃあ無理だね。葵さん、葵さんからは球速または、あ、違う、球速プラ3のコン、スタミナプラ6もらえるんで、これで確実にゲット。よし、順調順調。これでスタミナ C、 あ、 B、 OKOKOK。 コントロール落とすか。球速は多分大丈夫だから、変化球だよね一番の課題なのは。どうしよっかな。先に宝箱行くか。いや、行かない。体力がある。まあ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 、まあ、そしたらスタースタースタースタキュードンドン。さあ、こっからだ、こっからだ。下回りで行くか。はい。偉人伝。クイックシー、低め丸。ノリノリ、オッケー。いやー、上回りの方が良かった気がしたな、なんか。そうすれば、ハテナもう一個いけたからね。はい。ノリノリ、あー。あ、やべ。超、超無駄なことした、今。超無駄。あ、やばい。いやー、マジかー。またシャッフルやられた。守備とスタミナを入れ替えられた。今日結構取ってるんですけど、すげえ入れ替えられるんですよね。変化球強化落とす。あ、やべ、流れがすげえ悪くなってきた。いやー、カーブを。はい、ステージ5。D、
第2変化入る。いやーもったいねーマジで。うん、スローカーブにナックルカーブ、しょうがない、また攻めなきゃ。で降ってくる、左下、よし入ってるけどきついな。あー来た、隣来た。この場合は6号にはならないんですね。いやーマジであれがなくなったのが、いやでもまだね、補給とかと変えられるよりかはマシだったかって思いますね。コントロール下げ、痛いな、やばい、これは痛い。S ランク超人でんちゃーんちゃ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 ーん。でそんなこと言ってる場合じゃないんですよね。生き残れるかどうかがかかってるんですよね。12345、 S ランク超人伝を引いたか。うわー、はい、持ってたガード落とす、ヒーリングはやめて。いやー今ヒーリングがあったらさ、あったらそのまんま帰れたかもしれないのに、ここで回復すれば。あプロ入りカードがあった、奇跡。どうしようかな、そしたら。いやワンランクあと上げたいよな、コントロール。はい、無地が輝く。いやー球速用いくかコントロールいくかだよね。150いっとくか球速。はい、ということでまさかの S ランク超人で引くとは思わなかった。もう終わったと思ったわ。いやすごい流れが良かったからね。やったー、プロ入りカード途中までマジで忘れてた。はい、ということで設定してきます。はい、ということで設定してきました。国内そして大学卒業、背番号は一番活躍してた30番でいきたいと思います。そして生年月日、誕生日のみ5月25日のみ合わせてあります。あとは顔設定ですね。顔設定は OB のところから引っ張ってきてます。フォームこちらは、3クォーターの14ということでこちらになっております。顔めっちゃ似てんじゃん。はい、登板タイプはもちろん先発、成長タイプは普通ということで終わります。はい、どうでしょうか。150キロ、コントロール2ランクダウン。いやコントロール最後取るか迷ったんだけども、コントロールじゃなく球速上げました。変化球こちらはカーブ、カーブ方向に2球種ということでこれも合ってますね。奪三振見事に入りました。キレ奪三振、勝ち運低め丸、そして対左が C クイック C ということです。いやーいったなー。はい、ということで最後こちら、動画説明文の中にも書いておきますのでぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。スマートフォンの方は画面中央のアイコンを、パソコンの方は動画説明文からできます。 Twitter では最新の動画情報をお知らせします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。